で、これはですね、宮沢賢治に十力の金剛石というお話があります。これはもう宮沢賢治23詩の頃の童話で、一番古い童話の方でしょうね。これも全部そのシルクロードに取材してますね。で、これはどういう筋、話の筋かっていうと、虹の麓には宝物があるよという話です。それで、一人は王様の子、一人は大臣の子、二人の子が、その虹の麓にあるという宝物を探しに行く。そして見つけるんですよね。これは双子の星です。二人の吹くフルートンに合わせて、12の星座がくるくると回るという、そういう話。これも宮沢賢治の24くらいの時の作品、童話です。それに絵をつけました。